ほっとする。全身がなんかポカポカしてくる。ちょうどいい甘さとスパイシーさ、うまくできた。すごく手間のかかるあのレシピですが、なんか少しでもこう余裕がある時に作ってます。すごくなんか贅沢な自分時間、そしてそういう時間が持てることに感謝です。いつもじゃないですけどね。そうですね、あのポイントとしては、今回のチャイラテを作るのに、もちろんいろんなこうミルクを使ってもいいんですけど、
私はアーモンドミルクが好きです。個人的に普通のアーモンドミルクだと薄すぎるなっていう感じがするので、アーモンドクリーマー、少しこってりとしたアーモンドミルクですかね、を使ってます。そうするとチャイラテにコクが出てくる。泡立て器を使う時にすごくいい感じの泡が出てきます。甘くするのにもちろん砂糖も使えるし、メープルシロップとか使う人もいると思うんですけど、私は蜂蜜派です。そして、このビッグアイランドの蜂蜜が今お気に入りです。で、ティーですが、チャイラテにはアッサムティーがおすすめです。で、私いろんなティー使ってきたんですけど、ティーバッグに入ってるものとか、なんかもうすでにチャイミックスされたティーバッグも使ったことあるんですけど、なんかいまいちなんですよね。だからこの Harney and Sons っていうブランドはすっごくお気に入りですし、このごめんなさい、日本語でなんて言うんですかね、この Loose Leaf、 この状態、あーもう香りがすごい、この状態の葉っぱ使った方がより高級感が出ます。そうですね、チャイラテは人それぞれ好みが違うと思うんですけど、甘さとかスパイシーさを調節しながら自分にとってのパーフェクトチャイラテを作ってみてください。そして作ってみた感想をぜひシェアしてください。皆さん、良いお年を。